3月から4月にかけて引っ越しに伴う住所移動届などで区役所の戸籍住民化窓口が混み合います。住民票や戸籍証明などを区役所に行かずに取得できる方法をご案内します。 1. コンビニ交付。コンビニにあるマルチコピー機にマイナンバーカードをセットし、電子証明書の暗証番号を入力することで住民票、印鑑登録証明書が取得できます。 2. オンライン申請。オンライン申請サービスで住民票を24時間365日申請でき、自宅で受け取ることができます。 3. 郵送請求。住民票や戸籍証明を住民登録のある区役所、本籍のある区役所に郵送で請求できます。 4. 大通り証明サービスコーナー。地下鉄南北線大通り駅のコンコース横に住民票や印鑑登録証明書、戸籍証明を取得できるコーナーがあります。住所変更など区役所での手続きが必要な場合は、混雑状況を確認の上お越しください。密を避け、感染拡大防止のご協力をお願いいたします。